Fire!
4対1でチェコが競り勝ちました。すごい応酬です。これはホームコートもだいぶあると思います。日本の学生の皆さん、この試合は真似しちゃいけません。はい、もう少し正しい正攻法のサイクルサッカーを身につけましょう。お互い